マフィン食べたいと思います。濡れました。寝る。いただきます。あー、かかまるぞ。おはようございます。小花です。今日は私の休日ルーティーンを撮っていきたいと思います。ニコプチ TV。 それでは朝ごはんを食べていきたいと思います。今日の朝ごはんはこんな感じです。じゃあ早速食べたいと思います。じゃあ食べたいと思います。いただきます。この大好きなスムージーから飲みたいと思います。メインのマフィン食べたいと思います。めっちゃ美味しいんですよ。朝ごはん食べ終わりました。ごちそうさまでした。今ベッドなんですけど、ちょっとベッドでゴロゴロしたいと思います。私は休日はいつも雑誌を読破してます。いつも。今日はニコプチです。ちょっと気分を上げたいなって思ったので、ネイルを塗りたいと思います。ジェニーさんのネイルなんですけど、この前いただきました。これめっちゃ爪の形が綺麗に見えてめっちゃおすすめです。じゃあ塗ります。塗れました。ネイル。爪がキラキラして形が綺麗に見えるのですごいおすすめです。じゃあ塗れたので、乾かしてる間ちょっと足のトレーニングみたいなやつをやります。撮影前とかは足がむくむと嫌なので、こう漕ぐ運動をしてます。これするとすごい足も細くなると思うので、いつもやってます。夜とか。よいしょすごい。でもこれすると足のむくみ取れるのでおすすめです。運動もしたので、ちょっと足のマッサージもしていきたいと思います。マッサージの時、マッサージの時はこのコロコロを使うんですけど、ボディクリームもなんか摩擦があるとあれなので塗りたいと思います。今からお昼ご飯を食べていきたいと思います。今日のお昼ご飯はこんな感じです。今日はカレーです。やったー。私カレー大好きなのでめっちゃ嬉しいです。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。シャバシャバのカレーが好きで、スープカレーとかすごい大好きで、ご飯が美味しく感じるから大好きなんですよ、シャバシャバのカレーが。おいしい。本当だったら家族とそのショッピングしたりとかしたかったんですけど、あんまり外に出られないので、今日はお家でできることを紹介したいと思ってます。あんまりユニバとか行けてないから早く行きたい。ごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあ今から休日なんですけど、お勉強をしていきたいと思います。今からお勉強タイムです。だけどその前に紹介したいものがあって、筆箱です。最近ちょっと筆箱の中身を変えたので紹介したいと思います。私はこのケプトっていう筆箱を使ってます。なんかこれは友達が使っててすごいおしゃれだなと思ったのでパクりました。まずはシャーペンです。中学生になったのでシャーペンが OK になって、ちょっと気合いも入れて揃えてみました。こっちの白が 0.5 で、こっちが 0.3 で、すごい筆圧濃い人なのでめっちゃ濃くなるんですよ。だからノートを結構まとめる系の理科とか社会とかは 0.3 使って、漢字とか英語はこの濃いやつを使ってます。こっちにペンがあったけど、これはめっちゃいいんですよ。黒と赤と青と緑とシャーペンが入ってるっていうすごいやつなんですよ。いつも制服のポケットに入れてます。ちょっと最近筆箱を中学生になったので可愛くしようかなと思ったので発表してみました。それじゃあ頑張って勉強したいと思います。はぁ、かかまるぞ。
じゃあ今から夜ご飯を食べていきたいと思います。今日の夜ご飯はこんな感じです。見てください、ステーキです。あー美味しそう。お肉だ。これの隣がズッキーニのチーズ焼きというものらしいんですけど、これは私も初めて見るやつです。美味しそう。次は朝も食べたゴールドキウイです。これが山芋のスープです。これは卵とおネギと山芋とかいろいろ入ってます。それでは夜ご飯食べたいと思います。いただきます。美味しそう。これトロトロしてて美味しいんですよ。美味しい、すごい美味しいです。今日の私の本命のステーキを食べたいと思います。いただきます。うん、美味しい。すごいお肉って感じで美味しいです。とてもグッド。じゃあ私めっちゃ気になってるズッキーニのチーズ焼きです。うん、美味しい。最近ご飯にズッキーニがよく出てくるんですよ。焼いて食べると本当に美味しいです。じゃあ食べ終わりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。次はお風呂に入っていきたいと思います。じゃあお風呂に入ってきたので今からスキンケアをしていきたいと思います。まずこの白潤です。白潤の化粧水と乳液です。これは本当に肌がワントーン明るくなった気がするので、これを塗ってからなのですごいおすすめです。で次はビラリンフェイスマスクです。これはこの前沖縄のロケに行った時に編集部さんにいただいたパックです。すごいこれいい匂いして保湿もできるのですごいお気に入りです。まず保湿をするために白潤を塗ります。塗れたので次乳液です。乳液はあんまりこれぐらいの量しか塗りません。パックするので少しだけ塗ります。化粧水と乳液は塗り終わったので次はパックをしたいと思います。これ多分最後の1枚なんですよ。じゃ大事に大事に使ってきたので、あれちょっとベタベタして開けない。最後の1枚です。すっごいいい匂いなんですよこのパック。貼ってる間すごい気持ちいいです。はい、貼れました。10分から15分ほど置きたいと思います。その間に私は足のマッサージをしたり髪の毛乾かしたりします。はい、じゃあ髪の毛乾かして足のマッサージしてきたので剥がしたいと思います。15分待ったので剥がします。これはこう肘に使ったり首に塗ったりします。私はパックした後はマッサージをするようにしてます。ここのお肉がちょっとだけ気になるのでここを流したりとか、目の二重の上のところをこう流したりとか、この目の下をちょっちょんちょんちょんってしたりとかしてます。じゃあスキンケアその他いろいろ終わったので歯磨きをしたいと思います。ではもう寝る準備ができたのでもう寝たいと思います。私の休日ルーティンでした。ありがとうございました。